こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。前回の動画にたくさんのコメントありがとうございました。実は私すっぽんをしてしまったことを動画にするのが少し怖かったんですよね。え？なんでですか？やっぱり CPU の破損にもつながることだし、すごく批判されるかなぁと思ってたんですよ。ところが、すっぽんおめでとうございます。すっぽんして初めて一人前、すっぽんをしてようやく AMD 自作カーと言える。これは誰でもやるので気にせずに。など、むしろ視聴者様から卒業式のような雰囲気のコメントをたくさんいただきました。本当に、優しい視聴者さんが多くて恵まれてますね。動画投稿をやろうと思えるのも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ということで、まずは前回の振り返りから。前回は、デスクミニ A300 に今まで乗っていたライゼン 5-2400G からライゼン 5-3400G に換装を行いました。今回は 3400G のベンチマークをいろいろやっていこうと思います。今後デスクミニを組む方の参考になればと思います。ということで早速動画行ってみましょうかね。まずは CPU ベンチの定番シネベンチからやっていきます。温度計測はコアテンプで行います。26度にエアコン管理してる部屋で、アイドルだと28度くらいで安定するよ。まあ今はベンチソフト開いてるから若干高いけど、R15 でどれだけの温度になるかが楽しみですな。ということでベンチスタート。あ、等速で見れる長さのベンチがこいつしかないので、こいつだけは等速で見ていこうと思います。ちなみに、2400G のスコアはどれくらいだったんですか？798CB だったと思うよ。ただ噂で聞く限り CPU 性能はそこまで変化ないらしいんだよね。では、この 3400G はどういう位置づけなんでしょうか？多分だけど、グラフィック性能は上がってるらしくて、オンボードでもそこそこのゲームができるような機種。っていう位置づけになるんじゃないかな。どのくらいゲームができるかはこの後のベンチに期待だね。なるほど。デスクミニのような小型 PC しか持てない環境でも、ゲームができる選択肢があるというのは嬉しいですよね。あとはお小遣いが少ないけどゲームやりたい。って学生さんとかもいいかも。ということで結果出ました。結果、808CB。最高温度は68度となりました。確かに、CPU 性能に大きな変化はないですね。問題はグラフィック性能ですな。こいつがどれだけ向上したかです。あ、ちなみにですが GPU メモリは BIOS から割り当てで 2GB にしてあります。1GB のままだと少なそうだったからね。やり方は過去動画で紹介しております。ちなみに、このベンチの 2400G のスコアはどうだったんですか？今と同じデュアルチャンネルメモリ、2GB の割り当てで 55fps だったと思います。では、そこから、どれくらいのスコアアップをするかですね。ただ内部的にマイナーチェンジなのでどうでしょうか。個人的には CPU スコアが微増だったこともあるし、あまり期待はしすぎないようにしてはいます。ただそうは言っても、3000番台の名前を持ってるからには、そこそこのスコアアップはしてほしいよね。ゼンニが、あれだけ、華々しくスコアを出しましたからね。この子はどうでしょうか。ということで結果は、55.46fps。なんか前回とあまり変わらないような。ちなみに今前回のスコアを右に出してみました。CPU、GPU ともに微増って感じだな。まあでもこのベンチだけで判断するのは良くないので別のベンチにも行ってみましょうかね。次は R20 を回していこうと思います。ちなみに 2400G の R20 のスコアを取っていなかったので、比較というよりは数値の指標としてお考えくださいませ。4コア8スレッド CPU なので、ベンチは、そこそこ時間がかかるんじゃないですか？実際めっちゃ時間かかったので、今回は4倍速で見ていこうと思います。ちなみに今回の結果を受けて、動画の最後では 2400G と 3400G どっちが買いかを考えたいと思います。どんな項目で判断するんですか？ 2400G でも回したしね、ベンチ R15、ドラクエベンチの結果、あとはBIOSアップデートをする手間と、価格を考えようと思います。実際、BIOSアップデートは結構手間でしたからね。
それを巻き返すには、ベンチで差を出してほしいですね。そうですね。どちらも使ってみた感じであくまで私なりに評価してみようと思います。ベンチが完了しました。結果、1715PTS。このスコアは他のものと比べると、i7-6700HQ 以上、i7-7700K 以下という感じですね。ベンチ中の最高温度は73度でございました。ちなみにこの結果はあくまで、私のデスクミニ環境上でのものなので、測定環境によってはスコア変動があると思います。ということで、ここまではシネベンチの結果でした。率直に言うと、世代が新しくなったけど、スコアに大きな変化はあまり見られませんね。まあここまでは CPU 系がメインだからね。今からはいよいよグラメインのベンチなので、そこで大きな差を出してくれることに期待したいです。では、早速ドラクエベンチ行きましょう。測定環境は、最高品質、フル HD 仮想フルスクリーンです。ちなみに注目したい点として、裏でコアテンプを起動しておくので終了時の最高温度もわかります。ゲーム系のベンチは、CPU も GPU も使いますからね。最高温度は気になるところです。冒頭10秒くらいは等速で動きの滑らかさを見てもらって、あとは倍速でガンガン進めていきます。ちなみに私の感想としてはですが、オンボードとは思えないです。2400G もそうでしたが、ベガ11は本当に素晴らしい。確かに、普通に快適に動いてますよね。このくらいのゲームなら、これで十分という感じです。では、動きはある程度見てもらえたと思うので倍速でガンガン進めていきます。ちなみに、このベンチの 2400G の結果はどうでしたか？こちらが前回の結果です。スコア8225、とても快適評価となっております。では、そのスコアをどれくらい上回るかですね。投稿者さんの予想としてはどうですか？そうだねー。さっきのシネベンチの結果を考慮すると、意外と変化はないんじゃないかと思ってます。なるほど。スコア9000くらいに変化してくれるといいですね。そこまで上がってくれたら超御の字ですよ。あ、そうそう、コメントでデスクミニ A300 は買いかどうか聞かれましたので、この時間を使って返事をしておきますと。用途にもよりますが、めっちゃ面白くていいパソコンだと思います。ただ、グラボを後から搭載できないということ、拡張性が普通の自作より低いこと。この2点だけは常について回りますので、ある程度のゲームが画質そこそこで動く。ブラウジングや動画閲覧に快適な PC が欲しい、ついでにゲームもちょっとはやりたい、という場合には最高でしょう。場所も取りません。一方で、最高画質でゲームを遊びたい、思いっきり改造して使いたい、という場合には、物足りなくなるシーンが出てくることは否定できませんね。ちなみに私は普段は録画用に使っております。ということで結果が出ました。スコア8348、とても快適評価です。2400G から100ほどスコアが伸びましたね。ベンチ中の最高温度は58度となっていました。意外と発熱も少ないですね。ドラクエくらいのゲームだったら熱で困ることもなさそうだね。普通に数時間ぶっ通しプレイが可能な温度です。ということで、ドラクエベンチではスコアが約100ほど伸びました。次はご要望のあった FF14 漆黒ベンチを回そうと思います。こちらは 2400G との比較はできませんが、動くかどうかの判断になればと思います。設定に関しては、フル HD 高品質仮想フルスクリーンと、フル HD 標準品質仮想フルスクリーンの2回測定しました。画面で流すのは高品質での映像です。こちらも同様に、最初の10秒くらいは動きを見て、その後倍速で流していきたいと思います。ちなみにこちらの漆黒ベンチですが、最低動作環境は i5GTX750 となっており、推奨動作環境は i7GTX970 となっております。やはり推奨となると、結構要求スペックが高いですね。ですな。今現在は画面で最高品質を流していますが、カクつきがあるのは否めないです。一方で、最低動作スペックの場合、
i5 を想定しているので4コア8スレッドのライゼン5であれば十分なことと、内蔵グラフィックが GTX750 時代よりも格段に進化していることを考えると、標準品質はいけそうだと思うんですよ。ということで、画面はそろそろ倍速にしたいと思います。仮に標準で動いたらかなりいいですよね。FF ベンチは GForce シリーズに最適化されてるとよく聞きますし、このベンチが動くようであればかなり遊びの幅が広がると思いますね。だねだね。ちなみに断定はできないけど、よくベガ11は RX550 と同スペックと言われるから、まずはやりたいゲームを決めて、動作環境を見て、そこに書いてあるグラボの型番を、グラボ、性能一覧、とかで出てくるサイトで RX550 と比べてみるといいかもしれないね。私のおすすめは、BTO パソコンミニ換算というサイトが結構情報量豊富で過去の製品も見れるからおすすめ。なるほど。ゲームからの逆引きをするんですね。ということでベンチ結果が出ております。結果、スコア2664でやや快適。内蔵グラにしては高品質でこれなのでかなり検討していると思います。ちなみに比較対象として標準品質では、スコア4152で快適評価となっておりました。快適評価はすごいよね。ということは、画質設定を標準くらいにしたら普通に遊べるということですよね。そういうことだと思いますね。ということで、ここまでがグラフィックテストでございました。最後に、一例としてゲームが動くかどうかを実際に調べる方法をお伝えしておこうと思います。まずはやりたいゲームのサイトにアクセスします。Steam の場合はスペック記載がしっかりしているのでおすすめ。ということで今回は Steam で探します。今回調べるゲームは、先月 Steam 版がリリースされたアイアンサイトで行こうと思います。まずはストアページにアクセスします。ストアページで下にスクロールしていくと、スペック記載の部分が出てくると思います。システム要件という部分がそれに当たりますね。今回の推奨動作環境は、i5、メモリ 8GB、GTX650 となっていますね。ですです。なのでこいつを RX550 と比較すればいいわけですな。Google 検索で、グラボ、性能一覧、で検索します。すると BTO パソコンミニ換様のサイトが出てくると思います。私は普段ブックマークしています。今回スペックシートに書いてあったのは、GTX650、つまりこのサイト上では600からというところにチェックを入れます。すると下の方に600番台のデータが出ます。650は一番下にありましたね。スコア2095となっております。一方で、RX550 のスコアは3772となっています。つまり、このゲームは、デスクミニで快適に遊ぶことができるということですか？そういうことになりますね。なので、まずやりたいゲームを検索し、その動作環境から購入するかどうかを決めるといいですぞ。ある程度これやってると、型番だけで動くかどうかがなんとなくわかるようになりますよ。なるほど。今度から、私も、この方法で調べてみようと思います。さて、かなり動画時間も長くなってしまいましたが、最後に 2400G と 3400G どちらが買いか。どちらも購入し、使用した立場から、あくまで独断にはなりますが決めようと思います。まず、グラフィック系ベンチのスコアから見ると、正直そこまで大きなスペックアップはありません。次に、CPU 系ベンチに関しても、他レビューサイトなどを見ましたが、こちらもあまり変化なしという感じ。どちらのスコアも微増という感じですな。次に肝心の価格を見てみると、2400G が 14,600円に対し、3400G は 25,509円となっております。つまり、価格的には約6000円の差があるわけですな。さらに、3400G はデスクミニ A300 に搭載する際に、BIOS アップデートが必要な場合があります。つまり、一手間と6000円高いことをとって、スコア自体は微増という感じ。ここまで書いてしまうと結果は見えているかもしれませんが、
デスクミニを買う場合に私がおすすめするのは、やっぱり 2400G になりますかね。4コア8スレッド CPU が、高性能内蔵グラフィックもついて14,600円。やはり、めちゃくちゃお買い得な CPU ですよね。まあ価格だけで言えば 3400G の2万円も、性能に対してはすごく安いんだけどね。ただ、2400G という壁を越えられなかったですな。さて、非常に長い動画申し訳ありませんでした。これで 3400G についてはお伝えできたかと思います。もしこの動画でデスクミニにご興味を持たれましたら、私のチャンネルからデスクミニの再生リストも見ていただけると幸いです。デスクミニは、投稿者さんが動画投稿をするきっかけになったマシンですからね。その通りです。その分愛着もかなりありますぞ。ということで今回はこの辺で締めようと思います。あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録をしていただけると幸いです。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。